はい、皆さんおはようございます。ジョイゼルさんです。今日も朝掛けなんですけれども、これから阿蘇、そこの手野というところに行こうと思います。はい、手野なんですけれども、以前ですね、枠戸石というカエルの形の、岩があるというふうに、聞いてですね、行ったんですけど入れなかったんで、今日それのリベンジと、その近くにですね、手野の名水っていうですね、湧き水があると、視聴者さんに教えてもらったので、そちらへ行こうと思っております。あー、眩しい。片側だけかい。あー、だいぶ夜が明けてきた。さっきまで行くとかなり暗かったんですけどね、10分20分でだいぶ変わりましたね。あー、今日も暑くなりそうだな。雲が出て涼しいうちにパッと行ってパッと帰りましょう。よいしょ。さあ、久しぶりに、復旧道路の方行ってみましょうかね。もう随分と来てないな、こっち。すごい雲出てますね。これ阿蘇の涅槃像真正面なんですけども、まだ布団かぶって寝てますね、お釈迦さん。これぐらいの天気で会ってくれりゃいいんだけどな。それでも暑いですもんね、今。もう8時になったら暑いんでですね、もうその頃ぐらいには帰るぐらいの着替えでツーリング行かないといけないですね。よいしょ。この農道はいいんですよね。比較的新しくてですね、でずっとこうやって直線で信号もないんで、国道57号行くよりこっち行く方が多分早いですね。おー、わー、これで天気良かったらな、いい景色だったんだろうけどな。ただ天気良かったら絶対暑くなるからですね、これぐらいがいいのかもしれないな。朝焼け、これ皆さんに映ってっかな。結構綺麗な色なんですけどね、朝焼け。あー、おー、ちょっと寒いぐらいだ。この涼しいうちに今日は帰らねえと。よし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 、はい、国道神社です。由緒ある神社ですね。よいしょ。登れ。これ古代の里キャンプ場ってここだっけ。結構泊まってますね、みんな。夏だからな。よいしょ。すげえ傾斜とボコボコだ。これコンクリか。よいしょよいしょよいしょ。降りたと振動があるんだよね。あー、着いた着いた。ここですね、枠の石。おーほーほーほー、よいしょ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 。あれ、また行ってない。はい、というわけで枠の石なんですけれども、閉まっております。なんだろう、この間も閉まってたんだよな。なんか時間あるんですかね。さすがにですね、こんな状態のところに入る気にはならないので戻りますけど、もうこういうのが枠戸石ってことでいいかな。はい、枠戸石リベンジ、ダメでした。なんか Google で調べたらですね、なんか開場時間が書いてあって9時って書いてあってですね、ひょっとしたら誰かあそこを開けに来るんですかね。まあとりあえず今まで、2度来てて両方とも朝掛けてですね、ああやって、門がしてあったんで、まあちょっと涼しくなってからですね、9時以降にもう一回来ようと思います。開場時間って何なんだろうな。なんかある、なんか上りが立ってますね。あれかな。あ、これだ。
ああ、分かりやすい。多分これ1回ぐらい来たことあるぞこれ。よいしょよいしょよいしょ。はい、ということで手動の名水に来ました。視聴者さんにですね教えてもらったとこですね。どういう風になってるんだ。あ、ひしゃくありますね。ということは飲めるんだな。はい、じゃあ早速よいしょ、いただきます。うん、美味しい。硬いかな、ちょっと。うん、硬い感じのお水ですね。でも美味しいっす。はい、じゃあカップ麺用に汲んでいきます。よいしょ。はい、今日のカップラーメンはマルタイラーメンです。はい、2分半経ちましたので、早速食べていこうと思います。マルタイラーメン、おー美味しそう。初めて食べるんですよね。しゃ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 。はい、じゃあいただきます。あ、美味しい。うん、ラーメンに対してこんなこと言うのはおかしいかもしれないですけど、優しい味で美味しい。これうめえな。はい、というわけでですね、天皇の名水ラーツ、枠戸石はですね、残念でしたけれども、まあ、ちょっとまた調べてそのうち来ようかと思います。この後はですね、このままこれ上登っていくと確かこれミルクロードにつながってたと思いますんで、それでミルクロードを下って、帰ろうと思います。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では、まあ、次というか続けてミルクロードの動画なんですけどね。